だいぶ寒いですから着込んでますけれども、その中でもなかなかおしゃれな格好で、はい、ちょっと帽子合わせみました、はいはい。前田選手、今日のファッションのポイントは帽子です。帽子、普段はこんな感じの、はい、あ、もう全然かぶらないんですよね、もう奥底から引っ張り出してきました、はい、とっておきの、はい、そうです、はい。浜崎選手は今日は黒のコート、あ、いつもこういう感じが好きなんで、シックな感じがお好きなんですかね、はい、はい、ということで今日のはこのお二人でお送りしたいと思いますけれども、まあ、お二人なんといっても共通項としては身内が選手ということで、はい、二世レーサー、兄弟レーサー、最近はだいぶ増えてきましたよね。だいぶ増えましたね、はい、はい。前田選手の場合は、まあ、お父さんが選手ということで、もうある程度幼い時、物心ついた時から職業として意識されてました、ボートレーサーというのは。いや、全然職業としては意識はしてなくて、ただ、はい、ボート乗ってるお父さんを応援してただけで、目指そうというか職業にしようと思ったのは17歳の時でしたね、じゃあ結構最近というか。そうです、はい。浜崎選手の場合は、まあ、お兄さんが選手ということでちょっと離れたお兄さんですかね。そうですね。それでもそんな幼い頃は選手として意識したことはなかったですかね。自分が選手になりたいというのは全くなかったというか、むしろやりたくない仕事ぐらいに思ってたので、そうなんですか。なんか危ないし、なんかこうなんて言うんですか、全然こう、そうですね、うん、親はもうずっとなってほしいみたいな感じでしたけど、いやってずっと言ってました。でも今選手ですよ。そうですね、もう16ぐらいの時に将来考えた時に、やっぱ自分の性格とか、なんかいろんなこういう仕事に就きたいと思うのに、一番ボートレーサーが合ってたなって思います。16歳頃っていうと、ちょうどお兄さんがデビューしたあたりでしたかね。いや、お兄ちゃんがデビューしたのは10歳離れてるんですよ、私、お兄ちゃん19デビューとかなので、私が9歳の時にはもうデビューしてました、はい。あ、はあ、なるほど、うん。じゃあだんだんと意識、お兄さんがデビューしてから意識し始めたという、はい。前田選手の場合はもう、それこそ10代の頃には選手としてお父さんバリバリ活躍してましたよね、うん、そうですね、はい、はい、もっとすごかったです。具体的には目指そうと思った何かきっかけとかあったんです？いや、もうボートしかなかったからっていうので入って、はい、で目標としてはお父さんを超えることだったんですけど、まあね、超えられたらいいなっていう感じですね。まあ、まだまだありますね、はい、はい。ちなみにその子供の頃でお父さんがボートレーサーで良かったななんて思い出とかあったりします？はもうの休みに合わせてフライング切ってくれるんで、それは嘘かもしれないですけど、まあ、休みはもう1ヶ月とか3ヶ月ずっと一緒にいられたのが一番良かったかなと思います。はい、前田光明選手、結構若い頃はフライング多かった、ね、いや、すごく多かったですね、はい、例えばお父さんが優勝した時とか、例えば G1 優勝した時とか、そういう時何かお祝いとかありました、家で？自分が学生の時にはもう特になかったんですけども、最近のそのどこでしたっけ、平和島、玉川、どっか優勝した時には、はい、ちっちゃくこうプレゼントとして洋服とか買いましたね。あるんですね、はい、はい。浜崎選手の場合はどうですか、例えばお兄さんがデビューして初一着とか初優勝とか、そういう時何かお祝いとかありました？いや、なんか私お兄ちゃんのレースもあんまり見てなかったっていうか、なんかお兄ちゃんが選手やってることがすごいかっこいいなと思ってたんですけど、そのお兄ちゃんが初優勝したのが天ヶ崎だっていうのも、自分が天ヶ崎のレース場に行った時になんか競技本部で言われたりとかして。そうなんですか。でもそうですね、お兄ちゃんは逆に自分たちにいろいろなことをしてくれました、あ、じゃああんまりそういうのは関心はなかったけど、逆にお兄さんが気を使ってというか。そうですね、何でもなんかプレゼントとかもちっちゃい頃買ってくれたりとか、いろんなとこ連れてってくれたので。なるほど、そうなんですね、ちなみにお二人とも今も実家住まいですか？私は、はい、はい。浜崎選手の場合はどうでしょう、お兄さんもご自身も実家？あ、いや違います、お兄ちゃんも選手になってすぐに一人暮らししてます、はい、私も選手になってちょっとして一人暮らしを始めました、ということはそんなに今では兄弟で会話する機会というのはどうでしょう、ないんですか？いや、本当に、ま、あんまりないです、全然。レース場でもそんなに一緒に、ね、練習でぐらいですもんね。
そうですね、住んでるところが全然違うので、はい、まあ、連絡、今携帯あるんで、で連絡取るぐらいですかね、はい、前田選手の場合は実家住まいということは結構家でもレースの話とかはしたりはするんでしょう、うんうん、します、ちょっとは そうかな。そこまでお互いのレースを見て反省会みたいな感じは、あとデビューしてすぐとか、ちょっと前まではしてたんですけども、最近は調整の話ばっかですかね。あー、レースの反省っていうよりも、こういう調整が良かったとか、こうしたからこうなったとか、そういう話ばっかですね。このレース上はこの調整が合うとか、そうですね、はい、そのあたりは浜崎選手の場合は電話では電話で聞きます。自分がレース行く前に、そこのレース場はどういう調整をしたらいいのかとか、どういうペラの形がいいのかとかは聞くんですけど、お兄ちゃん自体、私とお兄ちゃんのこう、レースのスタイルっていうのが、まあ、私がお兄ちゃんの域まで行ってないので、やっぱりどうしてもずれてしまう部分はあるんですけど、もう参考にしながらそういう調整を、の話っていうのはします、例えばこれペラ情報とかも、ね、あると思いますけれども、ただ体重差によって結構ペラも変わるって言いますよね、そのあたりは親子であるいは兄弟でそのペラ情報に関しては共有というのはどうなんでしょう。私はお父さんのペラよりも少し止めるぐらいだけでちょうどいいと思うんですよね、じゃあそんなには違いは、そんなには変わらないかなって感じします、浜崎兄弟の場合はどうなんでしょう。いや、私はあんまり自分がこれをしたからこう、いいとか悪いとかあんま分かんないんで、お兄ちゃんが言ったことを基本的に最初絶対やります、あ、なるほど、まあ、そのあたりは当然仲間、選手の仲間内でもそういう情報のやり取りはあるでしょうけれども、やはり血がつながってる分密にという感じですか。そうですよね、なんか、そのまま全部信じてやります、はい、まあ、そのあたりはやはりそういう、ね、親子で選手あるいは兄弟で選手っていうのの大きなメリットですかね、はい、うん、そうだと思います。それ以外に親子で選手あるいは兄弟で選手でよかったなって思うことはあります。前田選手の場合はどうでしょう。ジュリアなんかある私は結局お兄ちゃんが選手やってたから、この仕事に就くことが、まあ、なんて候補に入ったっていうのがあるので、そこがやっぱ一番大きいかなって思います、例えば前田選手だったら他のレース場行ったりするとお父さんの同期の選手から声かけられるってことありません。そうか、そうですね、その、同期の人からはこう、もうちょっとお父さん世代なんでこうちょっと仲良くさせていただいているのと、そうか、整備士さんとかはすごい仲良くじゃないですけど、いいこと言ってくれたりしますね。それはやっぱり大きなメリットですよね、はい、はい、さあということで時間もそろそろ少なくなってきましたんで、ちょっとレースの話もね聞きたいと思いますが、前田選手次のアッセンが戸田、今月のダブル優勝ということですけれども、はい、次のレースアッセンに向けていかがですか。まあ、ちょっとここ休みが多いのでちゃんと休みを堪能してレースを集中したいなと思っています。はい、そして浜崎選手は次のアッセン20日からの芦屋のこちらもダブル優勝ですけども、次のレースに向けていかがでしょう。まあ、前回の戸田とかは何回も連に絡めるチャンスを逃してたりもするので、しっかりスタート決めていい旋回して連に少しでも多く絡めるように頑張りたいと思います。はい、ちなみに時期的にはそろそろバレンタインですけれども、お二人とも渡す相手とかはいるんでしょうか。いやチョコすら買ってないんでね、 あんまり馴染みのないイベントですね。そうですか、はい、浜崎選手は同じくです。余計な質問でしたね。はい、それでは改めて最後にファンの皆様に向けて前田選手からメッセージをお願いします。はい、今日寒い中来ていただきありがとうございました。またこれからも頑張りますので応援お願いします。そして浜崎選手からもメッセージをお願いします。今日はありがとうございました。お兄ちゃんのレースも見て帰ってください。お願いします。はい、今日1着でしたからね。はい、ということで前田選手浜崎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦退場していただきたいと思います。